ジャンピエール・ソバージュによる、バッチャーニの肖像画、カール・ヨーゼフ・バッチャーニ伯爵は、現在のブルゲンラント州のレヒニッツ出身の、オーストリアの将軍、元帥。カール・ヨーゼフ・バッチャーニは1697年、ハンガリーの伯爵アダム2世、バッチャーニフォンネーメ・レメトゥイバールの息子として、レヒニッツ城で生まれた。父の死後、成人するまで、母エレオノーレ・バッチャーニ・シュトラットマンが、後見人となった。 オーストリア軍に早くから入隊し、タイオスマン戦争において、プリンツオイゲンの下でペーター・バルダインの戦い、ティミ・ショアラの戦い、ベオグラードの戦いに参加し活躍した。バッチャーには1734年、ライン川沿いで、フランス軍と対峙したポーランド継承戦争で、将校として皇帝軍を指揮し、1737年のオーストリア・ロシア・トルコ戦争でも皇帝軍を指揮した。 1739年から1740年まで、プロイセン王国のベルリン宮廷で、オーストリア大使を務め、外交官となっていたが、プロイセンとの第一次、シュレージ支ン戦争の勃発後、軍務に戻り改めて活躍を見せた。バッチャーにはオーストリア継承戦争でも軍務につき、1744年に軍団司令官として独立した指揮権を配慮した。 1745年4月15日、プハフ,フェン方面の戦いで、セギュール将軍の指揮するプハルツフランス連合軍に対象し、レヒ川まで追い立てた。バッチャーにはこの軍港のおかげで元帥に昇進し、アーレンベルク元帥に代わって、国事軍の最高司令官を務めた。彼は、なだらかな山岳地帯である、スペースアルトを通過して、自分の部隊を、 トラウン元帥の部隊と合流させ、力を合わせて、フランス軍をライン側の向こう側へ退却させることに成功した。1746年、南ネーデルラントでカールフォンド・オトリンゲンの指揮下に入って、敗北を喫したロクールの戦いに参加した。1747年にはカンバーランド港の指揮下に入り、同じく敗北したラウフフェルとの戦いで、 模範的な退却を見せて活躍した。戦争の終了後、マリア・テレジアは、バッチャーニを、講師、ヨーゼフ・大公の教育係に任命し、その後で大公の宮廷自重長となった。1763年、バッチャーニは、ボヘミアの公爵位を受釈され、その1年後には、高貴な生まれのという故障とともに、帝国公爵位も授かった。 1749年12月1日に金曜猛騎士団に入団している。バッチャーにはウィーンで晩年を過ごし、1772年に死去した。ありがとうございます。